南八重門12月2日昭和48年5月7日は明治時代から昭和時代にかけての日本の農民カリフォルニア移民和歌山県西室郡光十村出身明治38年渡米へ農業労働者から身を起こして農場主となりサンタマリアのレタス王と呼ばれるほどの成功を収めた明治12年12月2日和歌山県西室郡光十村 公主の川に生まれる。両親、家族については、伝府省。明治38年、ハワイ移民として渡米するが、歩道をなくして、アメリカ本土に渡り、カリフォルニア州に移る。カリフォルニアでは、サンフランシスコから、サンタマリア平原に入り、グアダルーペのユニオン製糖株式会社の農園で、他の移民と共に、農業労働者として、天才の栽培に従事した。 大正6年に2 0 0エーカーの農地を入手し、独立。サラダやサンドイッチの具材など、アメリカ人の食生活に欠かせないレタス、カリフラワー、セロリなどを栽培、出荷。アメリカ全土の作物の流通、価格の状況、作柄、天候など広範な情報を収集し、また登記をしない慎重かつ堅実な経営によって、事業規模を拡大した。昭和四年。 南死農業商会を設立。この頃には、作物の販路は、東部のシカゴやニューヨークといった都市にまで及び、ヤエモンは、サンタマリアのレタス王と呼ばれるまでの、日系人社会での有力者に成長していた。翌昭和5年には南山田貿易商会を設立、増加する、日本人移民の需要を満たすために、本から、肥料、食料品、雑貨等の輸入も開始した。その後、 南下中央産業組合長に就任、日系人の経済活動の発展に努め、また、米国中央日本人会会長として、新規に渡米した、移民の指導、故郷の小学校への寄付など社会事業にも貢献した。昭和16年12月、太平洋戦争が勃発し、カリフォルニアをはじめ全土で、多くの日系人の多くが収容所に収容されたことで一時事業活動の、 停止を余儀なくされる。しかし長男、南野太郎は、収容を免れ、没収された土地の代わりに、コロラド州で農地を取得、農業を再開した。この時点で、南富農業商会の所有する農地は5000エーカー、年間総売上げは3万ドルにも達していた。コロラドでの農業経営は、寒冷な気候や、地質の違いなどからうまくいかず、昭和21年末に、 南と一族はガダループに戻り、郊外に80エーカーの農地を借地して、レタス、カリフラワー、セロリなどの栽培、出荷を再開した。戦後すぐという状況下でもあり、配日感情が強い中であったが1950年代後半には、工作面積を2000エーカーにまで回復し、販路は戦前を超えて全米の都市に出荷されるほどとなった。この頃、 和歌山クラブの発足に資金援助を行っている。昭和48年5月7日、カリフォルニア州にて93歳で死去。ありがとうございます。